寒いと言ったら即帰宅、だるまさんが転んだ勝負。現在の気温マイナス7度です。はい、ルールは寒いとか冷たいとか、あとは寒そうな仕草とか態度もダメです。はい、わかりました。3回そういう態度とか発言が見られた場合は即帰宅して、はい、勝った人たちに、はい、温かい飲み物を買ってもらいます。うわー、そんな重たい罰が。じゃあまず誰鬼やりますか。じゃんけんで決めましょう。いいよ。じゃあ負けた人が鬼。あ、ちょ、とりあえず脱ごっか。まずまあね、こんな温かい格好でやるわけないえ、今セーフだよねえ、もうじゃあもうスタート。はい、でも寒かったらアウトでしょ、こっから。アウトアウト。すさあ、余裕だわ。怖い、余裕すぎて自分が怖い。寒い。あ、え、怖い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 。アウト。お前ルール聞いてた？シンプルに寒いっつって。いや、怖い怖い。じゃあワンアウトですね。ワンアウト。まあまあまあ、燃えてる炎の男。シャー。ん、何燃えてる炎の男。シャー。ん、アウトー。そうだね、これはちょっと、まあ、これはお前ら男らしくねえな。熱かったらやんないから。じゃあ鬼決めじゃんけん。はい、負けた人にね。はい、せーの、最初はグーチョキポン。最初はグーチョキポン。じゃあ第2で。はい。じゃあ灼熱だるまさんが転んだ、いきますよ。いきます。だるまさんが転んだ、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 だるまさんが転んだ。あ、早い早い早い。長めのやつちょうだい。長めのちょうだいって。今大丈夫大丈夫。だるまさんが転んだ。あうえだるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。え、タッチする。ちょっとごめんごめん、あの、ちょっとごめんごめんごめん、一回止めるね。あの、だるまさんが転んだのルール知ってる？知らない、わかんない。え、タッチするんだよ俺に。あ、タッチしたらいいんだ。タッチしたよね、なんかいいから。そうそう。え、タッチしたらどうなるんだ？知らない。おい、交代しよう。だるまさんが転んだ、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 だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。いつタッチしてくれるんだろうな、一体。だるまさんがこう、あー、あ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 、やば、マジこれね、反射で出る、反射で反射で出る。あ、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 これもアウトでしょ。それはちょっとなんか、なんか怪しいな。まあ今のは、あの、セットで、セット、ハッピーセット、そんなセットなんかあったわ。セット、うん、セットで、まあワンナウトってことで。まあまあいいよ、分かってるじゃん。ありがとう。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。ほう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 、雪を持ってるな。これは手冷たいはずなんだよな、持ってる間っていうのは。これ俺さっき経験したんだけど、雪持ってる時ってめっちゃ手冷たいのよ。早くしろって言った。早くしろって言った。マジで早くしろって言った。なんで冷たいんだって。冷たいんだって。今やばかった。
俺も。あったー。本当にね、わかんないと思うけど、やばいんだって。めっちゃ冷たかった。俺だって途中で一回ポロッと落としたもん。今さ、なんかちょっと怪しい。なんか冷たすぎてポロッと落としたって言わなかった。あ。はい、ケンタ、アウト。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、どちらかというとこの歌は楽しい方が。